エアブラシをね、こうやって手にすると、これでもう何でも塗装できてしまうというふうに思われる方結構いらっしゃると思うんです。ただですね、筆塗りであったり、缶スプレーであったり、エアブラシであったり、こういったものをうまく使い分けて塗装すると、とってもね、綺麗な仕上がりができるんですね。通常のガンプラをね、基本塗装する場合なんかにやっぱりエアブラシとっても綺麗に仕上がるんですけども、例えばこれを PG であったりとか、メガサイズみたいな大きなパーツ、大きなものを、塗装しようとした場合には、やっぱりこういった、缶スプレーの方が綺麗に仕上がります。エアブラシの場合ですとね、どうしてもこう細く吹いていきますから、吹きムラがどうしても出ちゃうんです。そういう意味では、その辺の使い分けというものをうまく、こなしていきながら塗装してもらうと、綺麗なモデルが作れるというふうに思います。